先日満月の夜に部落探訪を役所の職員が見かけても、絶対に解放同盟とか法務省に例えば車のナンバーを控えて報告しないでほしいと、報告したら個人情報保護法違反だぞみたいなことを言ったんだけども、ちょっとね思わぬ反響があってですね、いやもうそんなことは脅迫だとかですね、あるいはですね、いやそう言われちゃうとねちょっと自転車にも報告しづらくなるなみたいなことを言われたんですよね。あ、確かにねそうだなというふうに思いましてね、そこでねこうしようかと思うんですよ。もうねいや僕はね例えば役所に情報公開請求したら、なぜかそのことがね解放同盟に伝わってたりとかですね、あるいはなんか土壇場でいきなり文書がねなんか改ざんされたみたいな話も聞いたことがあるんですよ。まあこれはだいぶ前の話だからね、最近はそこまではねやるところはないと思うんだけども、ただやっぱり部落探訪してね、そしたら解放同盟の関係者がなんか公園でね、いやなんかその役所からね あいつが部落探訪に来てたと聞いたみたいなことをね、まあ普通に喋ってるんで、まあはっきり言えばもう僕の個人情報筒抜けなんですよね。もう誰がやってるってことも大体わかってるんだけども、だけどねもうこうしましょう。僕はねはっきり言ってまあ前から知ってる人はいると思うけど、僕個人情報保護法ね大反対なんですよ。あんな法律なくせばいいって思ってるんですよ本心では、うん、だからそういうこともあってもう僕自身の個人情報が漏洩されたりとか僕はね多めに見てたんですよ。もうまあいいやと思って、うん、だからねまあいいですよ本当に。僕もねよっぽど悪質なケースじゃないとね僕はもうほっときます。うん、まあ基本的にもう、まあ、多少悪質なケースでももうほっとこうと思います基本的に。ただですよ、ただね部落探訪このチャンネルだとかね、このチャンネルの連絡先もちょっと探したらあると思うし、あと自転車のねフォームから送ってくれたりとか、まあコメント欄とかねいろいろね、情報送ってくれたりとか、もうそういうのはね大歓迎なんですよ、うん、だからねそのあたりで個人情報を漏洩したりだとか守秘義務違反やるのは綺麗な守秘義務違反、綺麗な個人情報漏洩なので、世の中にはねいや本気でね綺麗な個人情報漏洩とかね綺麗な守秘義務違反っていうのがあるんですよ。役所とか裁判所でもですねこの記者クラブとかね、バン記者っていうのがあって、もう平気でね、内部のね、人間がね、リークしてるんですよ。リークというか、もう堂々とね、この庁舎内でね、パソコンを持って書類見て、こう書き写してたりとかね、そういうことをやってるんですよ、うん、記者がね。まあそういうのって、いや、これ、普通にね、機密漏洩じゃないのとかね、思うんだけども、いや、でもね、一応、まあ、昔から言われてるのはやっぱり憲法で表現の自由というものが認められてて、で報道の自由もあるわけですよね日本では。だからそういう意味で公益性があるんだったらそこはねやっぱ憲法が上位なので、認められてると、まあ、そういう面もあるんですよ。一応ね自転車というのはね、うん、報道機関ですし、でこの神奈川県人権啓発センターもねこの人権啓発をやってこの公益のための団体なので、うん、こちらにこの何かね個人情報とかなんか秘密漏洩するのはこれはね私流に言わせれば綺麗な個人情報漏洩、綺麗な秘密漏洩だと思いますんで、それはもう憲法のね表現の自由の精神、公共の福祉の精神でもうやってもいいんだと、こう胸の使いを取っ払って、自転車、神奈川県人権啓発センターに情報を送ったりだとか、まあ、郵送でちょっとこのねこの興味深いというかこの例えばまあやばそうな文書とかそういうのをね送ってくれても全然構わないんですよね、まあ、ちょっと流してほしい録音とかそういうのでもね自転車に素材を送るのはこれは綺麗な個人情報漏洩、綺麗な秘密漏洩なんで、そういうのはねぜひやっていただきたいと思うんですよね。もうダブルスタンダード上等ですよ、うん、まあ世の中そういうもんなんですよ。世の中はねそんなね単純なものではないんですね。ということでまあそういう条件なら僕はね別にね僕は例えば役所に情報公開請求した時にねなぜかその解放同盟にねそのことが伝わってて、なんかこうねこの次回の解放同盟と役所の
会合がね中止になったりだとか、あるいはなんかその交渉記録が作られなかったりとか、まあそういうことがあったとしてもですね、まあ僕は多めに見ることにしますよ、うん、あとはその僕は部落探訪してる写真がなぜか撮られてたりとかね、車のナンバーが控えられたりとかしてもね、まあ僕は別にあの多めに見ることにします、うん、だけどまあそれをやってもいいんだっていうことだったら、もちろんねそれは自転車に対してですね、この神奈川県人権ケアセンターに対していろいろ素材を提供したりだとかね、まあ僕を部落探訪で見かけたらいろいろね地元のこの歴史とかいろんなことを話していただくのは、それはもう全然まあそれに関してはね別に秘密漏洩でも何でもないんでね、別にむしろその地域に奉仕する皆様の職務の一つじゃないかと思うんですよ。このわざわざね遠くからやってきた人にその地域のね、この素晴らしい文化だとかね、その歴史を語るっていうのは、それは別に普通に何も悪いことじゃないですね、むしろいいことだと思うんですね。ということで皆さんね、なるべくですね、なるべくその僕に対してストーカーみたいなことはやってほしくないっていうことは、まあ、正直あるんだけども、だけど、まあ、それは別としてですね、この綺麗な秘密漏洩、綺麗な個人情報保護法違反じゃないですね、あくまで、まあ、情報提供というものがあるということはね、まあ、そこは皆さん頭に入れていただければいいかと思います。やっぱりねやってもいいんだの精神ですから、あの言葉をね、何か迷いがあったときはもうあの言葉を思い出してください。胸の疲れを取っ払って思いを解き放つことが必要になるっていうことはやっぱり時々あると思います。やってもいいんだ。この自動販売機、もうすぐ新商品登場。でも売り切れになってないっていうことは、なんか出るっていうことだよね。あ、出た。これが新商品？いや、違うんじゃないかな。